中島博之さん、高知県民を拒否して西武から中日を選んでしまっていた。中日、西武との争奪戦を制し中島博之を獲得選手一本で熱心に口説き、全巨人中田翔を取り逃した場合に備えて調査球団史上初の2年連続最下位から反転攻勢を期し、中日があの手この手の補強に奔走中だ。15日には、巨人から戦力外となった通算1928安打の中島博之内野手を、古巣西武との争奪戦を制して獲得することが判明した。むしろスタメン固定して復調させるべき。西武嫌われすぎやろ。どんだけ悪質な環境なんだよ。タッツー法はなんとかしますの象徴皮肉。それは文字通り環境だからな。選手が熱中症になるっていう。再建中のチームがなんで40過ぎの選手取ったんや。これ仮に西武も野手一本でオファーしてたとしても中日に行った可能性ないと言えないよな。2000本安打が最優先事項なら間違いなく西武に行くべきだったな。西武は8球だし、引退した後テレビ関連のコネがないから稼げないもんな。中地が42であるという事実にびっくりするわ。むしろ今巨人の2軍で橋本が守備兼打撃コーチやってんのって中島への打撃コーチのオファーを蹴られたからちゃうかと思ってる。今年は最低でも A クラス目指してるから、代打の切り札ポジションを期待して42歳を獲得すること自体はそんなにおかしな判断ではない。まず中島にコーチできるか微妙。ご視聴ありがとうございました。